それでは戸塚の皆様、こんばんは。こんばんは。ピアノ弾き語りシンガーソングライターのカホと申します。これから今日の最後のステージをお届けしていきたいと思いますので、ちょっと寒くなってきましたけれどもね、ゆっくり出ていただければと思います。なんかちょっと離れてませんなんかちょっと距離感を感じるんですけれども、あと2分ぐらい、1、2、はい、ありがとうございます。階段のところだけですね、ちょっと塞がないようにだけ気をつけて聞いていただければと思います。ご協力ありがとうございます。それでは1曲目お届けしたいと思います。今出てる CD の中で一番古い、フォースシングルのタイトル曲をお届けしたいと思います。帰り道という曲なんですけれども、この曲私が、19歳ぐらいの時に、作った曲でですね、すごくこの曲がきっかけでいろいろなことが進んだりしたので、そういう面でもすごく思い入れの強い曲となっております。切ない曲なんですが、もし片思いだったら、恋愛の片思いだったら、相手に対してこう、私のことどう思っているのかなという不安はもう毎回つきものだと思うんですけれども、もしこう思いが通じ合っていて、こう両思いであったとしても、不安は尽きないと思うんですよね。幸せだからこそ、明日はこの幸せがなくなってしまうんじゃないかとか、そういう、不安がついて回るんじゃないかなと思います。そんなことをちょっと不安になりながら、帰り道というのですね、想像しながら聞いていただければと思います。聞いてください。フォースシングルから帰り道。Oh,
心が変わってしまったら、なんて考えるよ。だからお願い、もう少し、あなたの声が聞こえないくらいの未来を思う。それでは次の曲は、同じくフォースシングルからですね、なかなか路上ライブはやらないんですけれども、ちょっと可愛らしい曲をですねお届けしたいと思います。リンゴカスタードポットパイ聴いてください。スパイス刺激的
ど好きな私の世界一甘い甘いポットパイをあなたに。ありがとうございます。ありがとうございます。フォースシングルから帰り道とリンゴカスタードポットパイ、続けてお届けしました。リンゴカスタードポットパイはですね、今歌ったバージョンがオリジナルでして、その後に CD 化されてアレンジが加わっているんですけれども、結構ね可愛らしさはあるんですけど、結構なんていうんだろう、 原曲と CD の中と違う感じで楽しめるかなと思うので、お持ちでない方はぜひ4曲入り1000円のフォースシングルですね、この中で一番古い、CD の中に収録されております。お持ちでない方はぜひ手に入れてみてください。さあ、というわけで今日のラジオライブ、次の曲で、最後にしたいと思います。明日戸塚の、舞岡の方で、恋のぼりフェスタというのに出演させていただきます。もちろん無料なので、朝ちょっと早いんですけれども、10時10分からのステージとなっております。ぜひそちらもね、合わせて遊びに、来ていただけたらと思います。明日5月3日、そして5月4日、5月5日と、ライブラッシュになっておりますので、ぜひスケジュール調整して遊びに来ていただけたら嬉しいです。ブログ、ツイッター、フェイスブックやっておりますので、どこかでつながっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後の曲、悩んでおります。帰り道から作曲。では同じく、フォースシングルからですね、お届けしようかなと思います。さっき、MC でも話したんですけれども、先週私の学生時代の友人の結婚式で、大分県に行ってきました。すごく弾丸だったんですけれども、すごく幸せな、パワーをですね、たくさんもらって帰ってきました。また別の話になっちゃうんですけど、余興でですね、アナと雪の女王のパロディをやりまして、その東京帰ってきてからのパーティーもあったんですけど、そちらではアラジンをパロディでやりまして、そうなんです、こんなに余興に力を入れてというか、こうなんていうんだろうな、結婚式何回か出演してるんですけれども、こう一人でこう弾き語りで歌ってとか頼まれることが、ちらほらあったんですが、そういうね、ネタ的なものをやったのは多分初めてだったんですよね。すごい、フェイスブックとか見ていただければその雰囲気伝わると思うんですけど、それも含めてすごく楽しい時間をですね、過ごすことができました。その、新郎が私の友達だったんですけど、結婚に至るまでいろいろなことがあって、めでたく結ばれたんですが、大分と東京で遠距離恋愛をですね、していた2人だったんですね。その時のことも聞いていたので、なおさらね、こう結ばれたんだなって思うと、すごく嬉しい気持ちでいっぱいでした。遠距離恋愛私はしたことがないんですけど、すごいただ単にこう恋愛するだけでもいろんな壁がやってくるわけじゃないですか。なのにさらに距離が離れているというのは、通じ合えない部分がたくさんある中で、こうちゃんと、ね、愛を育んでいかないといけないので、
本当に大変なことだと思うんですよね。でそれで何回もこうくっついたり別れたりしながら、素敵なこう結果にね落ち着いてとても良かったなと思いました。私恋愛、遠距離恋愛はしたことないと言いましたが、そういう距離のある恋愛の曲を書いたことがありまして、そちらをお届けしたいと思います。距離があるとやっぱり電話でこう連絡を取ることが多いかなと思うんですが、そういう時っておやすみっていう言葉でもうその大好きな人とのこう空間が終わってしまう、そんななんか残酷な言葉なんじゃないかなと思いました。そんな、曲です。聴いてください。フォースシングルからおやすみという曲です。捨てられないものがあることはわかるけれど
休み。お休みという曲をお届けしました。改めまして、ピアノ弾き語りシンガーソングライターのカホと申します。戸塚密着型シンガーソングライターとして、戸塚のいろんなお店のテーマソングを歌って音楽で街を元気にしようというですね、テーマソングプロジェクトというのをメインに今は活動させていただいております。今のステージはちょっとテーマソングはなかったんですけれども、そういう活動をしております。初めての方の名前だけでも覚えていっていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、というわけで、今日も CD を8種類持ってきております。今のステージはもう全部フォースシングルからのお届けとなりました。この中で一番古い4曲入り1000円の、帰り道という CD の中に今の曲は全部収録されておりますので、お持ちでない方は、ぜひお早めに手に入れていただけたらと思います。それから、ライブたくさんやってるんですけども、一つだけお知らせさせてください。7月5日日曜日、ちょっと先なんですけれども、戸塚公会堂でですね、ロッキン戸塚というのが開かれます。横浜、もう言えないんです、横浜銀杯の、超熱いですね、ライブも見れます。その中に私は、ドポップスなんですけれども、ちょっとロックの魂をですね忘れずに、一人でサポートもつけずに、こういう一人でのステージなんですけれども、温かいステージを届けられるように頑張りたいと思いますので、ぜひ応援に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。その他ライブ情報など、ブログ、ツイッター、フェイスブックで公開しておりますので、どこかでつながっていただけたら嬉しいです。ローマ字で KAHO だけだと河合奈穂子さんの娘さんが出てきてしまうので、戸塚というキーワード